土佐猟犬研究所の土州犬舎が繁殖した A ポインターと A セッターとビーグルの37回に及ぶ繁殖の記録簿です。私の心を虜にした犬舎を毎朝訪れ、喫茶店でモーニングコーヒーを飲みながら犬談義に花が咲きました。子犬の桟箱へ近づけば全ての子犬が駆け寄ってきます。中に入ればズボンが引き裂かれそうになるほどもつれついてきます。親犬はその様子を安心しきって大きく見開いた目と尻尾をまっすぐ立てて優しく見守ります。このような環境下で育てられた子犬たちは呼び戻しの訓練を行う必要はありません。呼ばなくとも主人に忠実な協調性がこの繁殖過程で養われています。これが真心を持って優しく育てる土佐猟犬研究所で行う人のために働く作業犬としての繁殖理念です。ゆっくりご覧ください。